21番坪井達也さん、中京大中京高校。さあ、去年のチャンピオン坪井達也です。ショートは6位。スケート人生初の怪我と戦う今シーズン、怪我を乗り越えてトリプルアクセル成功なるか。復活のトリプルアクセルへ。トリプルアクセル、ダブルトーループ決まりました。さあ、もう一本。トリプルアクセル、これも決めた。トリプルフリップ、足換えのシットスピン。ピアノの強弱を体で表現します。絶対に戻る強い気持ちで滑り切りました。復活を印象付ける素晴らしい演技でした。坪井達也さんの演技でした。日本のトリプルアクセル成功させました。今までに感じたことがないくらい崖っぷちな状況と追い込まれた状況で見事2本決めてみせました。さあ、最初の2本、中目さん、はい、どんな風にご覧になりましたか。本当に2本ともすごく落ち着いて飛びに行ったなという印象ですね。はい、スローで振り返ってみます。
冒頭のトリプルアクセル、ダブルトーループですね。本当に落ち着いて軸もぶれずにまっすぐ綺麗に飛んでいたと思います、はい、GOE の GOE 加点の方でも大きくもらっています。2本目のトリプルアクセルですね。こちらもしっかり落ち着いて決めていました、はい、去年の全日本ジュニアではこのトリプルアクセルをショートとフリーで3本決めて見事優勝を果たした坪井達也、絶対に決めたい、そう言って臨んだ今日のフリー、見事トリプルアクセルを2本決めました。スピン一つ一つのポジションもすごく良かったと思います。ただ少し取りこぼしもあったりするので、はい、回転数をしっかり意識して今後つなげていってほしいなと思います。またトリプルルッツの方でアテンションがついてしまっています。ただ怪我を、ね、乗り越えて これだけの演技ができる、まあ、直前まで出るか出ないか迷ってたというふうにおっしゃっていたの で、ね、はい、その中でこれだけの演技ができるって本当に次に生かしてほしいと思います。右足首の捻挫を6月に起こしていました。やはり難しいジャンプを、ね、やっていくことは怪我と隣り合わせになっていくということなので、そこもすごく難しいですよね、はい、得点を待つ坪井達也です。トップに立つには123点のポイントが必要です。125点のポイントが必要です。フリーの得点 123.94 192.77。 坪井達也2位につけています。22番鍵山優真さん、星座国際高等学校。